大変です。私たちは赤ちゃんになっちゃいました。早速年を取るためにまずは矢印が示してる方向に進んでミッションをクリアしていきましょう。ブランコ発見だ。ブー。なるほど、赤ちゃんだから公園でしか遊べないっちゃね。私は早く誕生日が来て小学生になってこのエリア内にある学校に行ったりしたいんだけど。ほらほら、早くミーにもブランコ乗るか。ブー。オッケーでちゅー。楽しいバーブーって。なんだこのブランコ、回りすぎてわけわかんねえ。そんなに調子乗って笑ってるからだよ。あっちの遊具のが安全な気がするでちゅよ。うん、そうだね。行こうちゅ。イエーイ、楽しい楽しい。そう、どんたちたち、赤ちゃんらしく遊んだから一つミッションクリアですよ。イエーイ。そして私たちの誕生日パーティーを家族がお祝いしてくれるみたいだから行きましょう。今はまだ赤ちゃんな私たちだけど、大人の姿見たいって思ってくれたらグッドボタンお願いバーブー。ピチピチ。あ、これが私たちの家ですよ。イエーイ。ただいま。あなたたちは6歳よ。もう小学校入学だな。年取るの早っ。まあでもラッキーですね。だって楽しく遊ぶだけで大人になれるってことですもん。はい、早速だけど机の上に置いてあるのがあなたたちの誕生日プレゼントよ。小学生にふさわしいものだ。これで遊んでいくとまたすぐプレゼントをあげるからな。やった。中身はなんだ。私から行くね。うん、せーの。おー、おーしゃー。うわー、一発か。イエーイ。次はココちゃんね。はい、でも私も負けないよ。えっ、あー、この人邪魔したな。もう一回頑張れ頑張れ。えっ、やったー、入った入った。イエーイ。あっ、このシュートが決めれたから私たち1年生になったよ。やったー。ということでお祝いにコンビニにジュースでも買いに行っちゃおうよ。決定。小学生だからもう一人でお使いも行けるようになったもんね。コンビニ到着。どうする、何飲む。うーん、バスケもしてちょっと疲れたからここは栄養ドリンクでしょ。だね。それじゃあ乾杯。イエーイ。なんだか足が速くなってる。見て見て、すごいねえ、すごいことになってる。あー、本当だね、めっちゃ速いね。今日はだんだん大人になっていきながらたくさん嬉しいことが起こる ね。 ねえ。そして私たちお使いも成功したからなんと7歳になりました。もう7歳はいや、年取るのはいや。誕生日ということはまたまたプレゼントがもらえると思います。やったね。ただいま。あら、おかえり。もう1年経ったのね。ミーミもココナももう2年生だし、そろそろお世話もできる頃だろう。プレゼントを開けてみなさい。はい、お世話に関係あるものなのかな。なになに。せーの、パカリ。わー、7歳の誕生日プレゼントは猫ちゃんだ。かわいい。かわいい。見てよ見てよ、この子ぴったり私にくっついてる。本当だ、なんかボンドでくっついてるみたいだね。じゃあこの猫ちゃんに名前つけようよ。私はニャミーにしようかな。私はニャッスにする。なんでニャッスってそれ名前なの。せっ
かくだから猫ちゃんと仲良くなるためにお庭のトランポリンで遊んでおいでなさい。はい。お、結構本格的なトランポリンだ。だね。どれくらい飛べるかな。さすがに猫ちゃん連れてるし、そんな高くは飛ばないでしょ。まあね、ちょいジャンプぐらいなんじゃない。乗ってみよう。よいしょ。どう。したし、私たちの今の年齢は7歳の小学生になっています。はい。だからそろそろ学校に行かない？決定。はい、ここが私たちの小学校です。だけど動物連れて入っていいのか。ユニコーンだからいいでしょ。いや、どんな理由だよ。私たちのクラスは1年1組。うん。この教室だね。うん。ここで座って勉強するんだね。うん。どれ？問題出るの早っ。でれん。数学クイズ。ボブは12バナナを持っていました。彼は食べました。なんだ、彼は何個残っていますか？12から7個食べたってことだから、うん、答えは5。やった、私たち8歳になったみたいです。イエーイ。1問答えるだけで年取るなんて、なんて楽勝な世界なんだ。うん。早く立派な大人になってお嫁さんになるために頑張るぞ。だね。誕生日会にレッツゴー。年齢が上がったということで、またまた家族から誕生日プレゼントをもらえるみたい。次は何のプレゼントなんだろうね。私はこの街が広すぎるから、セグウェイかブレイブボードとか移動できるものがいいな。いいねいいね。じゃあ新しいプレゼントを早速もらいに行ってみよう。学校お疲れ様。問題が解けたからあなたたちももう2年生よ。うん。プレゼントは何なの？ガレージに行ってみるとわかるぞ。お前たちもそろそろあれを練習した方がいいと思ってな。ガレージ？一体何があるんだろう。ココちゃん行ってみようよ。うん。うわー、8歳のプレゼントは自転車だ。やった、こういうの欲しかったの。早速練習行ってきます。おい、なんだこの乗り方。ペダル振れずに進んでるんだけど。これフルキースみたいなんだけどね。だね。ペットたちももういるんだけど。本当だよ、空中浮遊してるし。それに空中椅子でペダルにも触れてないのとか、もう私たち自転車のプロじゃない。だね。変な乗り方。お前たち自転車の運転うまいじゃないか。よし、じゃああのお山のてっぺんまで行けたら8歳から10歳にしてやるぞ。え、どういうこと？パパが年の権利握ってんの？あれがパパの言ってた山だね。2歳も一気に増えるんだから、山のてっぺん目指して頑張るぞ。おお。それじゃあココちゃん、どっちが山のてっぺんに先に登れるか勝負だ。絶対私が先にゴールしてやる。いや、私だね。シューッと登って、とっとっとー、はい、失敗。ダメだった。次は私は、これ勢いつけすぎてもダメなんだね。絶妙なテクニックが必要なんですね。絶対登る、絶対登る。シャー、オッケーか。やったー、私の勝ちです。イエイ。また
私たち10歳になりましたね。イエーイ。早速お家に帰りましょう。来てー。パパ、大きくしてくれてありがとう。サンキューサンキュー。もうお前たちも小学3年生だな。ねえパパ、もう3年生ならあれを育てることができるかもしれないわ。だな、あれをプレゼントにするか。え、あれって一体何なの？気になるね。あ、じゃあ、これなんだ？10歳の誕生日プレゼントはミニドラゴンだ。すごい、火吹いてるよ。本当だ、かっこいい。今回はそれだけじゃない、もう一つプレゼントもあるから、この家から探せ。え、嬉しい。どこにあるの？この家の中にあるわ。探してみなさい。私たちの部屋かな。ベッドの上とか。いや、そんなところにはないんじゃないかな。どこかな、なんか隠せそうな場所。あ、ここは？このクローゼットの中。あ、本当だ、やっぱあった、ブーメランだ。よし、じゃあ早速ユニコーンちゃん取りに行ってこい。お、投げましたね。行くのかい。私が行くのかよこれ。ペップと一緒に遊ぶのかと思いきや、自分がブーメランやるみたいだね。おー、そうなんだよ。ちょっと投げて目を。おー、キャッチできるのか。できるか。落ちて返し、こい。入って。おー、どうだどうだ。降りて。おー、ナイス、ミミ。イエーイ。ブーメランで遊ぶだけで私たち11歳になりました。イエーイ。赤ちゃんの頃に比べると私たち背もちょっと伸びたんじゃない？お、伸びてる。大人になったらもっともっと姿も変わると思うよ。うん、それじゃプレゼントもらいに行こっか。決定。ゴー。私たちの成長の続きが気になる人はグッドボタンで教えてね。みんなは今何歳？はい、コメント欄で教えてね。それじゃあまた次の動画でね。